こんばんは、犬飼ゆうた龍太チャンネルです。アジシーバスが釣れる港に来ました。よろしくお願いします。俳優はちょっと分かんないですね。様子分かんない。タックルです。もうちょい下、タックルはティクト、のジグヘッド 0.8 で、ワームはティクトのメタボブリリアント 1.5 インチに、鬼爪アシストフックですね、サイズ M を使ってます。よろしくお願いします。カウント5、1、2、3、5、表層ちょっとね、潮の流れが速いのかリフト&ホールしてる感覚がないですね。放送10、1、あ、違う、カウント10、3、4、5、6、7、8、9、10。アジがいるとね、水面キラキラするんですけどね。水15ボトム、欲しいな。
潮の様子が気になるね。どうなんだ。潮の様子は下げ潮、まあいい感じです。周りでね、そんな釣れてる感じはないですね。今日は8時15分ぐらいから釣り始めました。今日風強すぎて 0.8 度、雨だな。もうちょっと重くします。1グラムぐらい。ジグヘッド1グラムぐらいにしました。 1.5 かな、どっちか分かんない。とにかくちょっと重くして風に飛ばされないように、戻されないように。やっとまともにギフト&ホールが成立します。ちょっとね、今当たりがありましたね。
うおぉ、タチウオ、タチウオ来たよ。マジっすか。やべえ、やばいっす、やばいっす。写真、やべえ、切られた。切られましたね。いや、外れた。はい、お疲れ様です。今日はね、アジ狙いで来たんだけど、初めての魚種ですね。タチウオが釣れましたね。ちっちゃいタチウオですけど、なんかね、もそっとした感じでね、ゆっくり引っ張られる感じで、アジとはちょっとね違う引きでした。だからね、ちょっとなんだろうと思ってね、引き上げたらタチウオということで。でもね、初めて釣った魚だったんで、すごい嬉しいですね。タチウオも釣れるっていうのは分かってたんですけど、まさかアジングで釣れるとは思わなかったです。今日は楽しめました。あの後もね、ちょっと何頭かね投げてかかったんですけど、ちょっとすっぽ抜けちゃった感じですね。はい、まあちょっとアジは釣れなかったんですけど、タチウオがね釣れたということで、楽しい釣りができました。今日はね、このくらいで帰りたいと思います。はい、また、しばらくねアジ来るんじゃないかなと思うんで、アジを狙ってね、できる限り通いたいと思ってます。それじゃあ帰ります。犬飼い龍太龍太チャンネルでした。さよなら。